これから準備してみます。朝シャワーに入ってきたので、これから練習の準備と仕事の準備をしていきたいと思います。まずはしっかりスキンケアから。僕は無印の敏感肌用シリーズを使ってます。おすすめのスキンケア方法とか商品があったら、ぜひこちらの方までご紹介お願いします。練習に向かっていきたいと思います。おはようございます。ハママジでチンピラみたいな声が出ちゃってる。やばやばあれマジで。なんかあれじゃないですか。とにかく一番最初に。4箇所お願いします。おお。まあまあいいご飯食べますからね。今2000円って言おうとしてる。あ、2000円ちょっときついんじゃないかな。じゃあその500円は松さんのあれだね。あ、いいよ。いいよ。あ、それいいね。ほんとどこ行けないんですか。何がいい。コウスケくん、昼金曜日何食べたいですか。マックかブッチャー。いやいや、イケメンが違うんだ。いやいやいや、まあやりにくいっす。こんなんないかな。やっぱテンパーとは違うところだよね。バンドつけてんじゃん。意味あるそれ。それでギリギリ前髪上げて右側にね。マジでなるべく目立たない。寒いな。そう思うと芸能人とかって本当大変ですね。よくお疲れ様です。お疲れ様です。爽やかですな。それではこれからお昼を食べていきたいと思います。今日のメニューは、こちらがまずアサリとブロッコリーのペペロンチーノとひじき煮と
バンバンジーサラダです。で、ここのお店なんですけれども、僕が月曜日、水曜日で働かせてもらっている、麻生クリニックさんに併設されているドクターズカフェプラスというお店です。で、今このようにメニューがあります。で、中には、お惣菜のページが、細かく書いてあったり、塩分量がどのくらい入っているかなど、かなり細かく書いてあります。美味しいのでぜひ興味ある方は一度食べに来てみてください。それでは食べたいと思います。時刻は5時30分です。僕はここで月曜日と水曜日の1時半から5時半まで約4時間週2日で働かせていただいてます。制服姿はこんな感じです。今日は僕はレッドホットチリジンジャーズを頼みました。おすすめはカレー味なんですけども、今日はどうしてもレッチリが食べたいので辛いのを食べたいと思います。いただきます。まずは一口いただきます。うまいな。美味しい。これ一番甘い。どんぐらい美味しい？ソメ君の髪の毛のセットぐらいうまい。めちゃめちゃうまいやん。あの人常に整ってるからね。こちらが、僕も大好きなカレー味になります。ぜひ皆さん食べてみてください。かな、ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったのでこれからアッシー君に送ってもらって帰りたいと思います。先ほど家に帰ってきました。これから洗濯を行っていきたいと思います。僕たちのチームは練習着が自己管理なので、これから練習着と仕事で使った服を洗濯していきます。スタート。洗濯が終わり、洗濯を干しお風呂から上がりました。で、僕はなるべく毎日、最低でも20分以上必ず40度から41度ぐらいの熱さのお湯に浸かるようにしています。というのも、1年目の時に、腰椎椎間板ヘルニアという怪我をして、そこで改めて体の自己管理の、できてなさというか、そういったところがまだまだ足りないなっていうのに気づかされてから、なるべくそういったお風呂であったりとかストレッチっていうのはかなり時間を取るようにしています。で、僕たちが、日頃からお世話になっている、日本ネオライズ様から、マテリアスリートプロをチームに提供していただいています。で、僕はそれを、お風呂上がりであったり練習後であったり、大体下半身ですね、もも裏、もも前、膝から下であったりしっかり塗り込んで、疲労回復効果が高いのでこれを使って、体をケアしています。大体テレビを見ながら、最初はポールで体をほぐしたり、で、それが終わったらストレッチで大体
両方合わせて45分ぐらいですかね、早くて。大体毎日平均そのぐらいでやってます。歯も磨き終わったので今日はもう寝たいと思います。それではまた明日。おやすみなさい。